はい、それでは夏のグラフェス、300年いきたいと思います。まずは、1日1回無料の、ガチャを回したいと思いますね。はい。ということで、まずね、単発チケットから回したいと思いますね。あ、なるほど。じゃあ最初は、枚数をね、合わせるために。はい。8個で回しましたけども、まず最初の、2個目に道がありました。最初は何でしょうね。途中に出てきたときは、おっと、導火石。アフロディーテですね。はい。途中に出てきたときはね、新キャラはないので、これでですね、今、装甲の、なんだ、目印が、10個になりましたよね。はい。2回、無料で引かせてもらってるので、で、あとは、所持チケットが90枚ありますので、これを、とりあえず全部回していきたいと思いますね。はい、それでは行きまーす。よいしょ。まあ、どんどん行きますね。またなんか労働が長くなってきました、気がしましたけど。まあ、それは気のせいですかね。はい。ですね。はい。まあ、今回ですね、天井で、本当はね、レミブクを、あれ？ 担保で回しちゃった。はい。ちょっとね、喋りながら回すの難しくて間違えてしまいましたね。はい。本当はね、その、リブ吹きを取った方が強くなるっていうのは分かってるんですけど、まあ、やっぱり、その、夏なので、やっぱ夏キャラを取らないと、あ、夏しか取れないので、グラブルはね、年に2回しか夏が来ないので、はい。天井ではね、水着ブローディアを、取ろうかなというふうに、思ってるんですよね。さて、ちょっとね、調子が悪いんですよね。40連回して、まだ1個しか出てないんですよね。次でないとちょっと、はい、これはですね、バックスパターンなんですよね。おっと、はい。と言っていたら、買うです。嬉しいですね。私、最後じゃないので、リメブキが出てほしいんですね。はい。それか、まあ、召喚石。普通のね、工場武器が出てもゴールド分が1個増えるだけなんですよね。はい。ということで、で、今回のね、新キャラも、すごい欲しいんですけど、多分300連くらいでは、引けないんじゃないかなというふうに。思いますね。はい。俺が間違えてんじゃないよね。あ、そういうことか。はい。そういうこともあるんですよね。はい。なるほど。はい。なんだ？わけわからなくなってきましたが。はい。一個も SR が出ないってこともあるんですね。続けていきたいと思いますね。一応弾けてますね。はい、最後でお願いします。はい、はい、違います。おっと。2つありますね。よいしょ。で、1個目は途中なので、まず召喚石が出てほしいんですが、はい、
で、2個目は最後だったので、一応キャラの可能性があります。夜空になるとキャラです。はい、素引きしてしまいました。天井で撮ろうと思ってたものが。青い海、白い砂浜、そして灼熱の太陽、絶好のバカンス日和だな。心ゆくまで共に楽しもう。はい、ということでね、まあこれでもう、とりあえず、今回は勝ちということになりましたね。天井でもう一個、リム引きを取れればもう、300連と内容としてはもう、かなりいい方っていうふうに言えると思うので、やっぱりね、この早朝に回すと虹が出やすいというこの理論は、正しいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、これはね、まあ、ゴールドムーンなんですよね。やっぱりね、その普通の武器をダマスカス鋼を使って強化するってことはもうちょっとありえないので、なので、普通の武器はね、自力で4本引かないとダメなんですよね。最後。はい、最後ですよね。まあ、まあ、ただキャラじゃない時もあるんですよね。偶然10個目が、被り武器っていうことも。はい、リミ武器ですね。はい、この黒鎧に身を包んだ時より、私に名乗る名などない。はい、無課金ですのでね、今更、ブルトガングを引くと、初めて引くという、そのぐらいですね、持ってないんですよね、武器を。9個。あ、ということは？はい。これは夏キャラなんでしょうね。あは、カイラナだよ。いつか絶対にグランドフォールをメイクして、全空一のサーファーになるんだ。はい、全然嬉しいですね。全然嬉しいです。はい、ということで、よいしょ。単発をね、100枚、回しまして、ここで一旦ね、ちょっと、画面を。はい、これでうまくいきましたかね。1,2,3,4,5,6,7、武器5個で消化石2個なので、一応ね平均6個なので、ね、今のところ、上振れしてますね。ではね、次は、10連の方回していきたいと思いますね。ちょっと表紙がおかしいので一回トップに戻って、はい、10連チケットが2枚あるので、それを回しますね。よいしょ。よいしょ、はい。いないですね。あ、いましたね。はい、また途中ですね。だから、リム引きか召喚石じゃないと。ゴールドムーンになっちゃうんですよね。はい、まあでもこれはしょうがないことです。続けてて大丈夫かな？はい。よいしょ。
ないですね。はい、ということで、あとはね、報酬席を使って回していくことになりますね。はい、はい、まだまだね、持ってない武器がたくさんありまして、とりあえずブルースフィアが欲しいんですよね。はい、おっと、すいませんね。どうしようかな。はい、回していくしかありませんね。で、天井の目的も変わってしまったので、はい、途中ですね、まあ、リミ武器か石が出てほしい、というわけで、まあ、どんどん行くしかありませんが、まあ、後でね、天井何を取るかちょっと考えたいと思いますね。はい、最後、あー惜しい、はい、ゴールドムーンなんですよね。まあ、あのね、リム麦欲しいんですけど、ほとんど持ってないので、最後になるんですよね。最後に出てくれないと。はい、夜空、よし、はい、いいですね。ただリム麦ではないです。弱点を克服すれば自信がつくと思うの。だから一緒に頑張ってみない？あ、涼しげですね。はい、と思います。はい、やっぱり新キャラ出ないですね。はい、はい、2つありますね。よいしょ。あ、ネジギルドラシルですね。はい、これはね、1個は出るんですね。これも夏キャラなんですけども、すでに持っていますね。はい、どうですか、この早朝に回すという早朝理論。はい、まあ祈るしかないですね。はい、こういうものですね。はい、よいしょ。はい、ダメですね。だいたいね、16分の1ということなんで、5倍ハマりぐらいまではあるんですよね。はい、なので、まあ、だいたい80連回しても、1個も出なかったっていうことが、普通に起こりうるんですよね。はい、だからここからね、ハマりまくるということは、十分考えられます。新キャラか、ブルースフィア。新キャラかブルースフィアが欲しいんです。はい。そのためには最後に。最後で、ダメですね。はい。ならば、召喚石。はい。あ、リム武器ですね。リム武器です。はい。運がいいですね。これで、現在、200連ですね。はい。ちょっとじゃあまたね、もう一回、画面を整理したいと思いますね。はい、こんな感じでしょうかね。では、続けて回していきたいと思いますね。はい、
最後、最後、ダメですね。おっと、2個ありますね。はい、ということで、1個目。弓吹きですね。そして、はい、ダメです。というわけで、弾けてるのに、なかなか欲しいものが出てこないですが、はい。まあ、リミ吹きが出てるんでね、ちょっと文句言えないですよね。はい。はい、ダメです。はい。次行きますね。よいしょ。お、長いしますね。はい。どんな感じでしょうかね。はい、ダメですね。はい。はい。ちょっとロードが長いようにも見えましたけど。はい、気のせいですね。はい、では、あれ？はい。また8個ですね。ということは、まず、SSR のタイですね。はい。これも指引きなんですけどね、まだ上限解放されないんですよね。面白いですよね。で、はい。ちょ、見て見て団長、この黒絵漏れてね、メッカ輪なんですけど、やっぱ海はウォータープルーフ神だわ。はい、というわけでね、 SR キャラでね、まだまだ持ってないキャラもいっぱいいるんですよね。はい、水表示はすべきしましたからね。はい、すごい引きなんですが、はい、まあ、次いきますね。最近ね、人の名前を思い出せなくてね、ブロディアではないですよね。そう、はい、まあ、次行きましょう。ね、最後、はい、これでもうね、新キャラが引ければね、はい、来ました。こいつか？知らん。気づけば乗せられていた。老いぼれの身じゃが精一杯務めよう。どうぞよろしく頼むぞ。はい。あ、これラッパー持ってるのがいいですよね。はい、というわけで、250連まで来ましたね。続けてね、もう行きたいと思いますね。はい、でもこうなっちゃったらね、もう一人の方も無理かな。そんなこと言ってたら空中ですけども、はい、よいしょ。それ。最後でお願いします。最後でお願いします。最後でお願いします。いい。これあるんじゃね？これあるでしょ、これ。ブルースリー。ちょっとね、天井で撮るのはね、男子なので、嫌だなって思ってたんです。なんとか素引きでいけないかなと思ってたんですけども。あれあれ？僕の力が必要なのかな？ふっふっふん。じゃんじゃん頼っちゃっていいから、任せてよね！はい、次行きますね。
はい、あと20連ですね。はい、労働が長かったですが、最後これ、最後。もう引いちゃうよ、引いちゃうよ。あ、無理ですね。はい、はい、ドレス2枚目ですね。はい、最後になりますかね。はい、というわけで300で終わりましたね。装備品を獲得できますということなので、はい、まあやっぱね、リメイク を取りたいと思いますね。というわけで、バブエルマンデブという武器を取りたいと思いますね。はい、私の名はシャレム。気軽に敬意と崇拝を込めてシャレム様と呼んでいいぞ。はい、というわけで最後にね、結果を、まとめたいと思いますね。よいしょ。おっと、はい、これでいいのか。石はね、4つですね。はい。だからやっぱり消化石はなかなか出にくいんですね。はい。で、武器の方がですね、はい。まあ、こんな感じですね。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 と。リミ武器が1個、2個、3個、4個、5本。2枚目が1,2,3,4,5,6,7,8,8個と。だから、リム武器が1本ということで、武器18本ですね。18本で、リム武器6本と。で、召喚石4つということでね、かなりの、上振れをすることができましたね。はい。というわけでね、ガチャはね、早朝に回せという、いうような、とね、たくさん SSR、なんだ、二次推奨がね、たくさん引けるっていう、はい、理論は正しかったんじゃないかなということが、証明できたと思います。以上、300連でした。